はい、じゃあ木村さんに今期のマーカーやマーカーにするコレクションについてちょっと詳しくお話を聞きたいなと思うんですけども。はい、まずマーカーウェアに関しては、まあ、毎シーズンそうなんですけれども、やっぱり素材にこだわってます、オーガニック素材、サステナブルな素材を使って、より良いものを作ってお客様に提案したり提供したいというものづくりをしています。マーカーに関しては、ちょっとやっぱトレンド感を強く入れたいブランドなので、はい、今でいうとちょっとスポーツ系のアイテムが多くなってるかなと思います。素材もナイロン系のもの、シャカシャカした素材のものもあるので、より今までのマーカーウェアとマーカーのこう積み分けというか違いがよりはっきり出ているラインナップになっているかと思います。でもマーカー確かに去年とまた全然違う。そうなんですよ。そうなんですよ。去年は結構派手めな色、明るめな色を多く使ってて、はい、やってたんですけど、今回はその派手めな色もあるんですけど、より素材のバリエーションが増えたかなと思います。あ、でもそうですね、なんか、はい、去年よりもちょっとこう、うん、スポーティーな素材といいますか、そうですね、光沢感のあるものものだったり、形もちょっと去年なかったものとかも、はい、そうなんですよ、新しい形多いですね、はい、であとはちょっとやっぱりサイズ感もゆったりめなものも引き続き多いですもんね。はい、そうですね。あ、いいですか。おすすめの素材とかはありますか、この春夏での。そうですね、結構ありますよ。あ、そうですね、まずはパンツ、アイテムとしてパンツを持ってきてますけど、このオーガニックのブールトロ、もう鉄板ですね、はい、もうどれぐらいやってるでしょう、結構何シーズンか継続してやってるうちの顔になっている素材なんですけれども、まあ、アルゼンチンのオーガニック、無農薬で育てられた、羊の毛を飼って、それを日本で紡績して生地を織ってもらってるんですけども、やっぱり春夏向けなのでオーガニック、トロピカル素材、まあ肌触りというかシャリシャリしていて肌離れがいいので夏向けの素材にはなってます。でこれで今回は、まあ、アイテムとしてはコーチジャケットシャツ新型作ってますし、 あとはこのパンツペグトップ、一番売れ筋のパンツがあるので、まあ、形も生地も一番のおすすめになるのは間違いないですね。はい、マーカーウェアでおすすめの素材がやっぱりこれなんですよね。ペーパーツリーテンジク。これがもう、もう夏には絶対これ着てくださいっていうものですね。もう素材どこ探しても世界中でないと思います。本当にうちだけの素材。和紙 100%。形もやっぱり鉄板のこれも、ジャパニーズカーディガン。で今回はちょっといじって少しゆとりを入れて着丈を少し長くして、でポケットも胸ポケットがあったものをなくして腰ポケットにしたという、よりカーディガンとして使いやすくなっているので、ブラウンはやっぱおすすめですね。ちょっとうちの中でトレンド感の高い色なので、マーカーの方でおすすめのものがあるので持ってきてるんですけど、これも、定番かな。もう別にこれも鉄板なんです、売れ筋なんですけど、ウレタンコーティングの天竺の T シャツ。通常の天竺の上からウレタンコーティングをすることで、さっきのペーパー天竺みたいなちょっと張り感を出して、で形自体も少しゆとりがあってドロップショルダーにしているので、この肩から裾にかけて脇のシルエットが四角く出るんですけど、それがすごい可愛いんですよ。今回マーカーのメッシュ天竺、メッシュのコットン天竺なんですけど、こう透け感があるというかメッシュ、マーカーさっき話ありましたけど、ちょっとスポーツテイストを入れてるので、まあ、スポーツといえばちょっとその速乾性に優れたメッシュ素材っていうのが一つ挙げられるので、これをコットンに落とし込んだ生地を使って、これなんかは T シャツなんですけど、生地がちょっと面白いので高級感あってお値段お手頃っていう、ちょっといいギャップを出せてるかなと思います。今後のマーカーウェアとマーカーについてユーティリティガーメンツがなくなるって話を聞いて。あ、そうですね、はい、UTT ガーメンツはお休みさせていただいて、その代わりといったら、もうそれが代わりなだけじゃないんですけど、一旦UTT は休みます。マーカーウェアパーマネントというパーマネントラインを作りまして、そのオーガニック素材を使って、よりシンプルなもの、もう少しだけお求めやすいもの、まあ、いい素材を使って、いいものを少しお求めやすくっていう考え方に切り替えてまして、マーカーウェアの名前をつけている責任は大きいので、やっぱり素材自体は
まず曲げられない、譲れない点になっているので、全部オーガニック素材で作っています。ただ、シャツのデザイン自体は非常にシンプルな、まあ、ビジネスシーンでも使えますし、そのデザイン性を入れているというわけではないので、まあ、長く着ていただけるんじゃないかなと思って、ブランドを展開させました。ありがとうございました。ありがとうございました。みんな着るとこれ食べんだなと思って僕はとんかつ太郎しか食べてないです。新潟のソウルフード。アフリがすぐ出るんでしょうね。内装もおしゃれだし味も美味しいし